はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やってくるわけなんですけど、馬借と車借ということになります。はい、馬借と車借、はい、こちらということになるんですけど、運送を担うということになるんですけれども、運送を担うのが馬借や車借ということになります。はい、馬借や車借っていうのは物を運びますよということで、今でいうとこの佐川急便さんであったりとか、ヤマト運輸さんであったりとか、西濃運輸さんであったりとか、そういった要するにところの運送になってくれてる人々、いうことですね。で、この運送がなくなると、物流が止まると今の日本経済死にますんで、はい、だから運送の人をいじめちゃダメなんですよ。はい、送料無料とか言ってあの人たち無料で働いてるとか思ってる本当にバカいるんですけど、そういうことじゃないですね。はい、この時代から運送ができた馬借や車借ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。